にちは、リングジャケットオンラインストアの坂本です。こんにちは、リングジャケットオンラインストアの里村です。坂本さん、はい、ようやくリングジャケットナポリのアイテム、はい、スラッとようやく待ちに待ったついに入荷してきたんですけども、はい、まあ、その中でも、まあ、今日は、このブルゾンとあと、まあ、入ってきたアウター、ちょっとまだ全ては入荷はしてないんですけども、今のところ入荷してきている商品いくつかご紹介させていただきたいなと思っております。でそれぞれ、僕もですし、まあ、坂本さんもちょっとそれぞれ気になるアイテムっていうのを、まあ、ちょっとこう着用しながら少しご紹介させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。まずなんですけども、今回前にもダウンっていうのをさせていただいてたんですけども、今回のバリエーションとしまして、まあ、新しく、まあ、入ってきたのはこちらのダウンベストのタイプの、はい、ダウンですけど、まあ、非常にこう、まあ、軽く、まあ、着ていただける、まあ、アイテムですので、まあ、結構そうですね、まあ、車で、まあ、ドライブされる時とか、あと、まあ、室内とかでも結構、まあ、これぐらいの軽さのものとかでしたら、まあ、結構そうですね、着やすいかと思うので、まあ、すごいこれは重宝していただけるかなというふうに思うんです、はいはい、実際着てみるとこの軽さっていうのはやっぱりより分かりますね。めちゃくちゃ軽いです。そうですね、やっぱり、まあ、こういう軽いディテールなんで、結構いろんなシーンですごい使っていただけるかなというのはすごい思いますね、はい、あと結構、まあ、こだわってる部分というか、こういう、まあ、副資材のこういう細かい部分、ファスナーだったりとか、このファスナーも、まあ、イタリア製のファスナー、はい、まあ、使ってて非常にこう、まあ、高級感、まあ、細かい部分でもやっぱりすごい高級感のある、まあ、ディテールになっているので、そう、まあ、おすすめですね。あと本当に言われないとわからないところなんですけど、はい、この裾の部分がちょっとこう曲線を描くような、はい、着てるとあまりわからないんですけど、まあ、この後ろからご覧いただくとすごくわかりやすいですね。こう直線ではなくて、はい、こう湾曲を描くようにカッティングしているので、やっぱりこう人間の体に着た時にすごく立体的に着れるっていうのが、すごく、まあ、リングジャケットらしいこだわりの詰まったディテールかなというのが個人的には思うところですね、はい、結構もう細部にまでわたって、ね、こだわり抜いた年になではあるので、はい、ぜひネットでご覧になってみてください。はいはい、またちょっと新しいモデルのものをちょっと着させていただいてるんですけど、はい、まあ、これ、まあ、フレンチライダースの形ですね。今期からまた新たに加わった形になるんですけど、まあ、そうですね、まあ、非常に高級感のある、まあ、結構こういう、これは素材が、まあ、キャメルの素材使ってるんですけど、はい、なかなかこういうカジュアルのショートブルゾンでこういうキャメル素材使うっていうのはなかなか贅沢な仕様になってるかなっていうふうに思いますね。高級感のこれも商品ですね。そうですね、ブルゾンでは珍しいこういう AMF のステッチこの入っているので、これも結構この後にレザーの方がすごくお分かりいただきやすいと思うんですけども、まあ、こういったところにダブルステッチ縁に入っているので、まあ、こういう後ろとか、まあ、そういうところもすごく味があって、まあ、この袖の部分ですね、袖のこのシームのところなんかも AMF ステッチ入っているので、やっぱりこれが全体の表情すごく立体感で出てくるの で、ね、なかなかこうカジュアルのブルゾンでここまでディテールこだわってやってるところって少ないと思うんですね、うん、まあ、僕まあ、今まで見てきた感じでは見たことないですね。そうですね、ここまでやってるっていうのはやっぱり、まあ、そういった細かいポイントポイントで、まあ、落とし込みしっかりしてるっていうのもリングジャケットナポリの特徴ではあるので、まあ、こういった部分も
そうですね、実際手に取ってご覧いただくと、はい、結構分かる方はおおってなるポイントだと思うので、はい、ぜひご覧いただきたいですね、はい、これもご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということで、続きまして、まあ、僕のおすすめの商品ご紹介させていただきたいなと思うんですけども、サファリブルゾンですね。サファリブルゾンで素材はスウェードを使ってます。でこちらのスウェード3色ですね、グレーとあとブラウンの3色展開なんですけども、冬にこのサファリジャケットっていうのもまたいいですね、はい、でこれも今シーズンのリングジャケットナポリの新型になるんですけども、丈の長さも結構しっかりと、そうですね、ある丈ぐらい、はい、はい、長さで今これで44のサイズ着てるんですけども、通常でしたら僕46とか着るので、一応設定的にはジャケットの上からも着れる長さになっているので、スプリングコートというか、あの秋口冬前のジャケットの上から羽織るコートとしてもお使いいただける仕様にはなっています。まあ、多少アームの細さとかすっきりとしているので、ちょっとごわついたりとかはあると思うんですけども、まあ、そういうところは、まあ、あくまでカジュアルアウターになるので、まあ、そういった使い方もしていただいてもいいかなと思います。でもちろんこういう1枚で着ていただいてもいいですし、と合わせ もうカジュアルのチノパンとか、まあ、デニムとかでもいいと思うんですけども、個人的にはこういった、まあ、レザーのブルゾン、ちょっとこう大人っぽい雰囲気で、はい、着たいなっていうのがあるので、もうこういうのにもうあえてグレーのスラックスとか、うん、まあ、モノトーン、まあ、これも黒の色なのでグレーのスラックスも今日履いてるような感じで合わせたりしても、まあ、なんか大人な感じでいいかなと。今日たまたまですけど、こういうなんかタイドアップしてこれをあえて着るっていうのも、そうですね、オツでいいですよね。かっこいいですね、はい、かっこいいと思います、はい、すごいスウェードも柔らかいんで着やすいですね。肩周りとかもすごく動かしやすいですし、丈の長さもあるもやっぱりすごく大人っぽいですね、うん、そうですね。これもでもさっきと同様ね、MF のステッチのこう具合が、そうですね、この辺りステッチがすごく入ってるので、この辺りも味があってすごくいいですね、はい、このリングジャケットナポリならでは、はい、まあ、そういう雰囲気がすごい出てます。はい、こちらもいいですね、かっこいいと思います。はい、はい、ということで続きまして、ダウンコートなんですけども、形はこちらも今季の新作になりますモッズコート、まあ、いわゆる M51 の形になるんですけども、アメリカ軍出自の M51 をナポリ製、リングジャケットナポリで作るという、まあ、初の試みで、まあ、これも非常に心待ちにしてた一着ではあるんですけども、素材がこちらのグリーンのもので、ロロピアーナ社のストームシステム使用してますので、はい、まあ、そういった雨風とかにも非常に強いですし、で、まあ、中に入ってこう湿気とかもこう外に出してくれるっていうものが、うん、まあ、ダウン、着てても電車とか入ると結構暑かったりするので、はい、まあ、そういう時にも非常に役立ってくれる一着です。ただ正直今着ててもめちゃくちゃあったかいです、ね、まあ、暑いぐらいです。今これジャケットの上から着てるんですけども、サイズこれで46を着てます。で丈もしっかりと隠れる長さですし、肩周りとかもあのジャケットの上から着ても全然余裕で動かせるサイズ感なので、こういうカジュアルだけじゃなくてちょっとこういうビジネススタイルの際にスーツでしたりジャケットの上からこういうちょっとミリタリーのアウターっていうのを着ていただくのもすごくいいんじゃないかなと思ってます。すごいダウンですけど すごいすっきり見えますよね。そうですね、やっぱりサイズ感とかも結構こだわって、まあ、細かい部分まで、はい、こう、まあ、作り込まれてるなっていう雰囲気はあります、ね、はい、やっぱり暑いっす暑いっす。いやでもこれ冬はもうめちゃくちゃ重宝すると思いますね、はい、もう暑いで、まあ、真冬でも、もう全然、ね、冬とかなるとやっぱり
0度前後ぐらいとかなってきたりするので、はい、そういう時にはもうぜひこの辺りの、はい、ダウンアウターっていうのを活用して来ていただければと思います、うん、はい、ということで本日いくつかご紹介させていただきました。本日、この YouTube 放送している8月5日なんですけども、オンラインストアとしましても昨日8月4日からリングジャケットナポリの製品というものは発売を、まあ、スタートしております。で、まあ、今ご紹介しているもの以外にもニットでしたりシャツ、そういったものも入荷しております。これからも、まあ、続々入荷してきてますので、まあ、オンラインストアはぜひチェックしていただければと思います。で、ものによってはもう前回もこの春夏シーズンにリングジャケットナポリって予約会っていうのをさせていただいてたので、まあ、その予約でちょっともう残念ながらちょっと埋まってしまって、ちょっと店頭でご覧いただけないぐらい人気の商品もある状態なので、ちょっとお早めに気になる方はもうチェックして、まあ、オンラインストアでも結構ですし、まあ、店頭の方でも気になる商品というのを、ぜひ早めにご覧いただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。